パーターラパーターラとは、インド神話のプラーナ世界における七つの花界の総称、またはその一部の名称のことである。七つの花界は文献によって異なる。ビシュヌプラーナでは、第一層、アタラ、第二層、ビタラ、第三層に、タラ、第四層、ガバスティマット、第五層マハータラ、第六層、スタラ、第七層、パーターラとされる。パドマプラーナでは、 1> 第1層、アタラ、第2層、ビタラ、第3層、スタラ、第4層、ガバスティマット、第5層マハータラ、第6層、ラターサラ、第7層、パーターラとされる。パドマプラーナでは、第1層は、マハーマーヤが支配し、第2層は、ハータケーシュバラが支配し、第3層は、アスラオーマハーバリが支配し、第4層はマーヤが支配し、第5層は、 ヘビが支配し、第六層は、ダイティアと、ダーナバが支配し、第七層は、ナーガのオーバースキが支配しているという。第七層はこのために、別名、ナーガローカとも言う。パーターラは三階に属さない冥界ではあるが、地獄ではない。第三層スタラは、マハヤバリガビシュヌにより与えられた領地であるが、バーガバタプラーナにおいては、苦しみや病気、困難などが、 決して訪れることのない楽園として紹介されている。また、インドラの従者であるマータリは、自分の娘に嫁ぐ、最高の婿を探すためにパーターラを訪れており、神々でも満足できなかったマータリはそこで、ナーガ盗む顔を見出した。ありがとうございます。